のおっしゃる時間術をもっとした方がいいみたいな話って、今の先生の話とかを聞いてると脳科学や精神医学をもっと味方につけるといいっていう話なのかなって今思いました。脳科学じゃなくてもいいんだよね。現地人の生活が健康であるっていうことが結構最近言われてきてるよね。だからね、縄文人は意外と長生きしてたって弥生人になって定住するようになってから10年以上寿命が縮まって生活習慣病っていうのができたんでね。それまで毎日めっちゃ運動してたから意外と縄文人は長生きしてて、もちろん感染症とか死ぬリスクとかはあるけども、まあまあ弥生人より長生きしてたんじゃんっていう研究とかもありますよね。だから日の出とともに起きて日没とともに眠って狩猟のためにものすごい走り回ったり歩き回ったりしているっていう運動をして、睡眠運動、朝散歩、朝散歩が朝から仕事、朝から狩猟なのでめっちゃ健康的ですね。脳科学っていうのは後付けなので、脳科学的な根拠があった方がやりやすい人がいるので私はお伝えしてるだけなので、最近はめんどくさいからエビデンスとかもいいんじゃないのっていうのが最近の境地なの。高橋さんのね、エビデンスあんま言わなくなってきてるけども、だって皆さんに言ったらもう全部エビデンス書いてあるから、他の本に私がいちいち言わなくてもアメリカの脳科学の研究の権威の書いた人の本で十分なわけで、私がいちいちそれを紹介する必要もなくなってきてるわけだから、やれよって話なんですよ。でもできない人がいるから、じゃあ科学的に効果が確認されてますよっていうと、一定の割合でじゃあやりたいなと思う人が現れてくるので脳科学の根拠っていうのがあるわけだけど、健康に悪くないのであれば別にやりゃいいわけだからさ。あとエビデンスっていうのもかなり怪しいな、怪しいって言ったら悪いけども、蓄積されてくるまで10年20年っていう時間がやっぱり必要なんですね。最近でもそうやって脳科学のデータってやっぱ山ほど出てるけども、それも10年20年に蓄積があって出てきてるわけで、例えば今スマホの害っていうのがどれだけ脳に悪いのかっていうのもようやく今出てきてますよね。でもスマホっていうのが使われるようになってから20年ぐらいなんで、かれこれで20年経ってようやく最近エビデンスが蓄積されて、アメリカなんかでは公立校では学校へのスマホ持ち込み禁止とか法律化されてきてるわけだから、20年かかってるんですね、エビデンスが蓄積されるために。さらに今そういうスマホ使いすぎたりしてる子供が将来どういう状態になるのかっていうのが出るまではさらに10年20年かかるから、エビデンス言ってたら手遅れなんですね。だから私のセミナーとかで言うんだけど、タバコの害が一番最初に報告されてからタバコの裏にタバコって危険ですよって書かれるまで74年かかってるんですよ。タバコ会社は研究者に予算を出してタバコってのはそんなに悪くないですよっていう論文をたくさん書かせたわけで、ほとんどの研究者がそこに加担したわけじゃない、要するに、ね、タバコ会社にね、とんでもない話ですね。おかげで74年もかかってるんですよ。なんかスマホの害とかテレビで報じられないよね。スマホの会社とか通信会社ね、どこもものすごい広告を、あ、富士山が見えてきましたね、広告出してますから。なので、そういう誰も言えない真に役立つ情報をカバチャンネルでお伝えしているということですね。スマホ悪い悪いって言ってもそんなに悪くないだろうと皆さん思ってるかもしれませんけど、10年20年してこの動画を見ていただけると、あ、カバサワってというのは日本で最も早くスマホの危険性を世の中に伝えてた人なんだということを、私が100歳ぐらいになった時に、私がギリギリ死ぬか生きるようになった時に皆さんは気づいていただけるかなと思います。その時からじゃあ体に悪いからやめようって言っても手遅れなのでね。スマホに限らず今高校生の 18.8% が9時間以上のスマホ利用時間ですから、スマホに限らず同じことを9時間以上続けると絶対健康に悪いと思いますよ。9時間以上座り続けても良くないしね。〇〇はメンタル疾患に効果がある。牛さん、断食って精神病に効果がありますか？こういうのよくあるんですよね、すごく。例えば何か食べ物とかがメンタルに効果がありますかとか、こういう生活習慣が効果がありますかっていうね。でも私のこの本とかを読んでほしいんですよね、だからね、ちゃんとね。生活習慣に関してはこれ全部書いてあるので、ブレインメンタル強化大全ね。これ読んでほしいんですけども、断食に効果があるというのはどこにも書かれてないと思うんですけども、世の中いろんな論文が出てるんですよ、科学論文っていうのがね。だから断食がメンタルに効果があるっていう論文が出てるかもしれません。あとなんとかという食べ物がそのメンタルに効果があるってのは出てるかもしれないけど、それは1個か2個の論文なわけですね。例えば運動がメンタルに効果があるっていうのは何百個の論文も出てるんですね。そうなった時に、じゃああなたどっち優先にしてやりますっていう、例えば断食がメンタルに効果があるっていう論文が例えば5個出てるとしましょう。運動がメンタルに効果があるっていう論文が500個出てるとするんですよ。あなたどっちから先にやります？1日に30分の運動でメンタルが良くなると、一方で断食するとメンタルが良くなるっていうの、おそらく500個の論文が
出てる方を優先してやった方がいいんじゃないのっていうふうに私は思うんです。それがエビデンスっていうことなんですね。論文1個が出てもエビデンスではあるんだけど小さいんですよ。それはだけども何百とか場合によっては何千っていう論文が出てそういったものが支持されるっていうのはものすごくエビデンスが厚いっていうかしっかりしてるっていうことですね。だからエビデンスがはっきりとしてるもの、そういう科学的にある程度しっかりとした根拠があるものを優先してお伝えしています。私はね。なので断食がメンタルに効果があるかどうかっていうとある人もいると思うしない人もあると思うんだけどもよくわからないっていうかはっきりとしないっていう部分がありますので、今こうやって動画見てる人で3万人とか10万人が見るわけだからあまり無責任なことって言えないんですよね。そうなってきた時にはっきりとは分かりませんっていうのが一番正しい答えなのかなというふうに思います。運動がメンタルに効果があるっていうのはものすごいたくさんの研究結果が出ていますので堂々とねお伝えできるという形になってきた時にいろんな論文が出ていろんなものが健康にいいって言われてるけども論文の数がものすごく少ないものとものすごくたくさんあるというもの、あとメンタル疾患においてかなり効果がはっきりとしているものとそうでないものっていうのがあるわけですね。だからメンタル疾患にものすごく効果あるものを優先して私の本やこういう動画でお伝えしているのでどれを先にやるかってことで言うとそういうエビデンスが厚いものだから私がしつこく睡眠運動朝散歩をやんなさいというふうに言ってるのはいろんな論文やそういう研究結果がねそういったものを示しているから優先してやってほしいことを言ってるので睡眠運動朝散歩まずしっかりやった上でね考えていけばいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ科学的な根拠がしっかりしているものは睡眠運動朝散歩的なはっきりと効果が出やすいものから順番に取り組んでいっていただきたいなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。エビデンスはありますか。初パッパさん、朝散歩で外を歩き自然を感じるとストレス解消になります。ガーデニングも始めましたが園芸療法のエビデンスはありますか。私は見たことないですけどね。みんなねこうやってねエビデンスありますかとか科学的な根拠はありますかとかそういう研究はありますかっていうのがあるんだけども、どうなの、研究があったらやるんですか皆さん。じゃあ園芸療法のエビデンスがすごくあったとしたら皆さん園芸始めるんですね。言って意外と始めないんですよ。今園芸をやってる人、園芸療法ってエビデンス非常に乏しいんですけどどうします、やめるんですかって言ってば、いや楽しいから続けますって形で、あんまりエビデンスっていうのはそんなに私はこだわらなくて良いと思って、エビデンスよりも重要なのは皆さんがやった後の気分です。だから私は言いますけど朝散歩とかで終わった後に爽やかな気分になればそれは全く正しいということです。朝起きてあなんか気はつらいなと思うけど15分から30分朝散歩をして家に帰ってきて、ああ爽やかな気分だ今日も一日頑張ろうってなってたらそれは間違いなく正しい健康法なんですよ。朝散歩に限らず何でもいいと思うんですけども、皆さんがやってみてああ爽やかな気分になれたな、これちょっといいぞ、ああ結構自分に合ってるかもみたいな、こういうポジティブな体感っていうの、これっていうのが健康のためには必須ですね。逆に言うとエビデンス的には正しくてもその人に合わないってものがあるんですよ。例えば筋トレとかインターバルトレーニングっていうのがありますけども、インターバルトレーニングはエビデンス的に見ると通常のトレーニングよりも数倍の成長ホルモンが出るということが言われてるんですね。ブレインメンタル強化大全でもインターバルトレーニング詳しく解説してますけども、インターバルトレーニング私もやったことあるんですよ。うちのスポーツジムでインターバルトレーニングのプログラムが始まったんで、それ15分ぐらいなんですね。だからやってみたらですね、あまりにも死にそうになって終わったら酸欠みたくなって具合悪くなってですね、もうやるかっていうふうに思って1回しかやらなかったと。それ私だけかなと思ったらそのプログラムね1ヶ月で中止になったんですね。あまりにも激しくてハードで、基本的にみんな1回は参加したと思うんですけど2回3回目ってなってくるとどんどん人がいなくなっちゃって最後やる人がほとんどいなくなったらしくて2ヶ月目からなくなっていたというですね、そういう恐ろしいプログラムがあるんですが、基本的にエビデンス的なインターバルトレーニングではものすごく効果があるんですけど、効果があるけどものすごくきついんですね。15分で通常の運動の3倍とかもっと5倍6倍だったかな成長ホルモンが出るっていうのがあるんですけども、普通のトレーニングの数倍きついのでですね、同じぐらいじゃないかっていう話になっちゃいますけども、やった後のそういう爽快感とか実感というかそういったものをもっと皆さんですね磨いてほしいと思います。メンタル疾患の人はそれが苦手なんですね。それが気持ちがいいのかどうかよくわからない、うまくいってるのかどうかはわからないというふうにおっしゃるんですけども、やった後に気持ちがいい、特に朝散歩とかがわかりやすいんですけども、青空の下を歩いていて気持ちがいいなというふうに思えばそれは健康にいいはずです。園芸療法も緑の中でこうやって植物とこうやって水をやったりしながらやってるのがすごく癒されるわーと思ってればそれはもう効果があるので、あんまエビデンスエビデンスってね言わない方がいいと思いますよ。基本的に科学研究についてねほとんどの人は間違った考え方を持ってるんですね。科学研究で有意さを認められたらそれは正しいというふ
ふうに思ってるけども、それはマスを対象にしてアドバイスをする場合において正しいのです。例えば運動療法っていうのがありますけど、運動療法っていうのはだいたい抗うつ薬と同程度の効果があるんですね。抗うつ薬の同程度の効果っていうのは 60% の寛解率ですよ。だから運動療法をやった場合において 60% の確率でうつ病が寛解するというデータがあって、それをやらない場合においての有意差があったとしましょう。分かりやすく言うと 60% の人には効いてるけど 40% の人には効いてないということでもあるんですよ。だから運動療法やったらいいよってさっきから何回も言ったり私の方にも書いてあるけども、やったからといって全員に効果があるわけではないわけですね。それはだけど100人やったとしたら約60人ぐらいの人、1000人やったとしたら約600人ぐらいの人が良くなりますよっていうのはこの科学のデータでしかないわけですよ。だからマスを、マスっていうのは何百人とか何千人を対象にして研究をして、そこで上がってきてるある程度割合というものが信憑性が高いというだけなのです。つまり今ここに一人の患者さんがいた場合において、その人に対して運動療法が 100% 効くっていうことは言えないんです。せいぜい 60% ぐらいなんですけども、それは他の抗うつ薬でも 60% ぐらいですよと言った時に、じゃあ薬飲むより運動の方がいいかなとかね、そういうふうに個別に考えていく上の一つの材料でしかないので、今エビデンス重視のね治療になってますけども、価格で 100% なんてことは起きませんので、多少率がいいという部分です。それだったら自分がやって気持ちがいいこととか楽しいことをやった方が私は早く治るんじゃないかなというふうに思いますね。朝散歩やってもものすごく地獄のような苦しみが何ヶ月も続くっていうなら、それは続けるのは結構大変なので、もうちょっと薬を飲んだりして良くしてからやった方がいいかなとか思ったりするので、自分のそのやっぱりやり終わった後の爽快感とかを基準に、その治療法とか健康法や生活習慣が自分に合ってるのかどうかっていうのを自分で判断していくということが、私は最強の生活習慣、最強の健康法だと思います。素人でもできる科学論文の調べ方、精神科医カバサー塩のカバチャンネル。今日は質問いただきました。37歳女性さん。アロマオイルにはリラックス効果が高いオイルとか集中力が増すオイルとか、それぞれ効用があるように言われていますが、科学的な根拠はあるのでしょうか。これも結構多い質問ですね。何々について科学的な根拠がありますか、教えてください。何々について科学的な論文とかはあるのでしょうか。何々には科学的に証明されているのでしょうか、っていうのも結構多い質問ですね。それに対する答えは簡単ですね。自分で調べてくださいっていうことで、いや自分で調べるのが難しいから聞いてるんですっていうことなんですけど、簡単です。それはただ皆さん調べ方を知らないだけなのでね。簡単に科学論文を調べる方法があって、 Google スカラーっていうのがあるんですね。 Google スカラーってカタカナで入れていただいてもいいし、スカラーっていうのは SCHOLAR なので Google スカラー、説明文のところにリンクを貼っときますけど、 Google スカラーっていう機能があるんですよ。これ皆さん知らないんですね。これすごい便利なのがあるから。これ何かっていうと、 Google 内に登録されている学術論文を全て検索する機能です。 Google の検索機能の中で学術論文にのみ特化して検索できる機能です。ですから Google スカラーで検索結果として出てくるのは全て学術論文です。日本語のみっていう風にもできますので、英語が苦手っていう方は日本語のみに設定していただいて、日本語の論文を中心に読まれるといいと思いますけども、日本語であればおそらく読めますよね。例えば今さっきみたいにアロマ効果みたいなね風に検索してみたらですね、何百本という論文が出てるんです。あるいはアロマ集中力とかでね検索すればやっぱり出てるわけです。そういうふうに、じゃあどういうアロマが集中力を高めるのかっていうのも、その検索結果を見るといろいろと出てるわけです。ですから Google スカラーを使えば、誰でも素人の人で学者じゃない人でもですね、簡単に学術論文を検索することができるという、ものすごい便利で簡単な検索システムがあるんですけど、これ知ってる人ほとんどいないですね。何百人もいるセミナーで使ったことある人って聞いたら1割以下ですね。これすごい便利です。他にも学術論文調べる方法もあるんですけど、 Google スカラーで手っ取り早く調べるっていうのがすごくいいですね。あと論文たくさんあって困るんですっていう、全部読めませんとかね、その場合はですね、レビューまたは創設というねキーワードをかけるといいと思います。例えばアロマ効果レビュー、もしくはアロマ効果創設ですね。そうすると、創設レビューって何かっていうと、アロマの効果について網羅的にですねまとめた要約集っていうのかな、たくさんの論文をまとめて解説してくれたまとめサイトみたいな、分かりやすく言ってね、論文のまとめサイト的なものと考えたらいいです。でもレビューとか創設を読むとですね、一個一個論文読む必要ないんですね。そのレビュー創設読んどけば大体、あ、こういう状況になってるんだと、学術的には
この分野のこういうことが分かっててこういうことがまだ分かってないんだなっていうのが一瞬で分かるんですね。だから何か論文を読む場合、我々もプロフェッショナルな研究者もレビューや創設をまず読みます。そこで当たりをつけて、その創設の中で引用されている論文を個別に見ていくと、そうするとですね、簡単に自分が欲しい論文っていうのを最短で見つけることができます。検索エンジンだけでですね、自分の本当に欲しい論文とか、例えば代表的な論文を探すってもとても難しいし、かなりのテクニックが必要なんですね。創設を手がかりにしていくと、間違いなくその分野における代表的な論文は全て網羅されているのが創設です。網羅してなかったら創設にならないから、総合的に説明する、総合的に解説するのが創設なわけですから、その分野の超代表的なものについて、論文について触れられていないと創設として成り立たないので、という形でプロフェッショナルな研究者っていうのは Google スカラーと創設っていうのを上手に活用していると。プロフェッショナルの検索方法ですけども、普通の人ももちろん無料で使えるわけですから、ぜひですね Google スカラーっていうのを気に入りに入れて、パッと何かあれこれ科学的にはっきり分かってるのかなと思ったらすぐ調べてみれば分かるので、まあ、10秒で分かるわけですね。科学的根拠がないかなって言った時に10秒ぐらいで、あ、こういうのがあるんだっていうのがすぐ分かります。なのでぜひこれ知っておくとですね、一生使えるし、逆に言うとブログのネタとかにも困らないですよね。これ何でもいいので、こういうのについて科学的論文はこういうのが出てましたよっていうのをただ要約してまとめて書いていけば、いくらでも記事もできるわけですから、非常に便利なねものでございます。ということで Google スカラー、そして創設レビュー、この2つのね検索方法を知ってるだけでですね、ものすごく科学論文を早く簡単に自分の欲しいものを調べることが可能です。